Cette semaine dans Japan in Motion, nous retrouvons notre youtubeuse favorite Cathy Cat. Elle nous dira tout sur ce que pensent les Japonais et les étrangers sur Tokyo. Et ce n'est pas tout. En deuxième partie, Daiki et Yua relèvent le défi du get-up. Réussiront-ils le tour de force de pouvoir danser avec d'inconfortables guetta? Attention, c'est parti! Hello guys, konnichiwa, this is Kazuka. 私は日本に住んで5年ぐらい経ちます。東京って新しいもので本当に溢れてる街ですね。原宿やいろんなところに行っていつも何か新しいお店があって本当に驚きます。さて今回は日本人と外国人に一体東京がどんな街と感じてるのかをアスクしてみたいと思います。まずは日本人にレッツアスクニーズ。Avec Cathy Cat, découvrez ce que pensent les Japonais.Let's ask Japanese! いつら出身ですか？茨城。あなたにとっての東京は何でしょう？どういった街でしょう？ライブによく来るんで、好きなアーティストさんのライブによく来てました。とは休みの日にわざわざ東京に。そうですね。東京はじゃあの茨城と比べるとどういったところが違うんでしょう？お店の数も違うし、おしゃれなお姉さんが多いのとか。おしゃれな人がいっぱいいるし、店員さんもなんかみんな髪の毛自由だし、いいなとは思います。やっぱ茨城はそこまで自由ができないですね。できないですね。憧れですか？ちょっと憧れてます。髪変えたいです。初めて東京に来てびっくりしたこととか何かありますか？東京駅、その出る場所が多くて、出る場所一箇所間違えるだけで随分遠くに出ちゃうんで、それが結構びっくりしましたかね。迷子になっちゃったんですか？なりましたね。たまたま別な仕事の面接っていうか、その会場で東京に降りたんですけども、別な出口の方に出ちゃって、え、どこってなって、そこからずっと駅の中20分ぐらいさまよって遅刻したことがあります。怒られたんですか？怒られはしなかったですけど、まあ先方に連絡はしてまして、すいません、駅の中で迷子になりましたと正直言いました。その答えは、ああよくありますみたいな、ありますよくありますって、じゃあ待ってますんでお気をつけてっていうので、はい。二人とも東京ですか？違う。私は埼玉です。そうなんですね、はい、私にとって東京あったかい場所ですね。もう安心できる場所。なんか旅行とかに違うとこ行くと、やっぱ東京がこう恋しくなる。ずっと離れたことがないからって感じですかね。じゃあその東京のなんか恋しくなるところはどういったところが恋しくなりますか？人がいっぱいいるじゃないですか、どこに行っても。だからなんか不安にならない。逆に安全感を感じる。感じる。埼玉から東京に来ると東京はどの感じですか？私にとっては逆で、すぐもう埼玉に帰りたいって感じです。人がいっぱいいすぎて逆になんかもうストレスって感じです。東京に住みたいと思ったことのありますか？あ、それは何度もあります。東京のお友達ができると必ず遊ぶ場所がその渋谷とか原宿とか池袋だったりして、どうしても自分だけ遠いみたいなことが多くて、みんなは10分15分で着くのに私だけ40分かかるとかがもう本当毎回なんで、あと帰る時間もそれで遅くなったりするので、それがすごい不便で何回も東京住みたいなと思います。じゃあ未来はもしかして？あ、そうですね、未来は東京に住みます。はい、じゃあそれで全ての質問でした。ありがとうございます。というところで、私も最近東京の人の多さに慣れていましたが、初めて渋谷のスクランブル交差点に行った時にマジで5分ぐらいピリスしちゃいましたよ。でも逆に人の多いところが安心につながるっていう意見もとっても面白かったです。さて後半は実際東京にいる外国人に東京の印象について聞いてみます。 Don't miss it, stay tuned。大輝ゆうやのただいま修行中。はい、ということでテンガオズでお届けしましたが、テンガオズです、はい、
このコーナーもね、はい、僕たち変顔と2人が日本の文化を体験して挑戦していくというコーナーです、はい、そして本日はなんとこちらドン。どこですか？え、わかんない？え、わかんないですよ。こちら早稲田大学に来ております。早稲田大学、早稲田大学知らないの？名前を聞いたことあるでしょ。知ってますよ。頭がいい大学ですよ。そう、そこは知ってるんだね。はい、そこは知ってます。はい、今回なんで早稲田大学かというと。なんでですか？今回の先生がこの現役大学生なんです。あれ、今日勉強するんですかね？勉強ですか？ちょっと嫌そう、ちょっと嫌そうだけど。勉強が。でもね、今日は勉強じゃないんです。じゃないです。ということで、じゃあ早速ね、どんな先生なのかお呼びしましょう。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。よろしくお願いします。お願いします。Ce sont les guet-apens de l'université Waseda qui vont les initier à cette discipline. Mais de quoi s'agit-il au juste? 今日お二人にやっていただくのはゲタップです。ゲタップ。ゲタップ。ゲタップとは、ゲタを履いてタップシューズのようにタンタン鳴らしながら踊ることなんです。Le get up est une danse qui mélange les guetta et les claquettes, tap dance en anglais. Les guetta sont des choses traditionnelles japonaises qui se déclinent en plusieurs versions. Cela va des guetta fonctionnels utilisés pour les travaux des champs, à celles très raffinées portées par les courtisanes de haut rang de l'époque Edo, en passant par les guetta portés par les personnes en apprentissage. Aujourd'hui encore, c'est un accessoire indispensable lorsqu'on porte un kimono ou un yukata, le léger kimono d'été. ちょっとやってもらってもいいですか？音聞いてみたいです。はい。せーの。おお、結構音でかいですね。かっこいい。まあでもゆうなちゃん。はい。俺ずっと隠してたんだけど、俺クラシックバレエ約4年やってますから。あ、私もやってましたよ。え、バレエ？バレエやってましたよ。なんで？なんでだったんですか？2、3年ってとこかな。いやいや、舐めてますね。何？何10年以上やってますから。10年以上？Nos deux amis possèdent donc des talents cachés. Du coup, ils devraient pouvoir assurer cette semaine. Sans plus attendre, ils se dirigent vers le local de répétition de Get Up.さあ、練習場に着きましたということで、早速ね、ゲタップの練習をね、してもらうと。集合！ちょっと、めっちゃいるやん。めっちゃいるやん。こんなにいるんですね。はい。Le club de Get Up de l'université Waseda est fort de 67 membres. Avec leur guetta, ils sont capables de s'attaquer à n'importe quel style de danse.Ils se sont déjà produits à Hawaï et ont même remporté des prix lors de concours. Get up を始めようと思ったきっかけは何ですか？わあ、今まで見たことない。ダンスパフォーマンスは見たことあるけど、なんかそれがゲタ履いてるっていうのが、なんかこれをやったら面白そうかもしれないと思って始めました。実際、はい、踊りづらくないんですか？実際、踊りづらい。と思いますけど、実は踊りづらいです。踊りづらい。じゃ最後にどこが一番楽しいですか？やってて。そうですね。下駄の音が揃っただけが一番楽しい。いいこと言いましたね。ということで今回はね、僕たち2人がの練習に参加させていただくということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわすごい。すごい。
なんかジャンプしてドンって下駄になるじゃないですか。その揃ったとこめっちゃかっこよかったです。途中でなんかちょっと衣装が変わりましたよね、はい、変わったすごいかっこよかった。そこがかっこよかったです。いやできるかな。いやできますかね私たち。正直ね自信ない。Après cette petite démonstration, nos deux amis ont perdu de leur confiance. Mais pour commencer, il faut chausser les fameuses guettas. Voici les deux guettas. Merci. Merci. Les guettapeurs de Waseda leur prêtent des guettas et c'est parti. Hey, c'est pas trop difficile?いや、そんなもんです。これで踊るんですか、はい、痛くなったりしないんですか。だからきつい方が下駄が飛んでいったりしないので逆に良かったりします。なるほど、はい、でもこの浮いちゃうじゃないですか。いや、もうそれもちょっと克服しつつえ、これで踊れる。踊れますか。ほら、待って待って、後ろ行く後ろ行く。え、待って、これ踊れるんですか、これで。踊れますよ。踊れますか。なんかすごい斜めにこう前に行っちゃうんですよ。ねね、これ前に行っちゃうっていうのは重心が前すぎる。そうですね。後ろに行くのは後ろすぎる。後ろ。真ん中を保つってことですね。そうですね。Les semelles des guettas possèdent deux protubérances appelées dents. Il faut de l'habitude pour pouvoir garder son équilibre.いや、こんなんでできるんですか、これ。めっちゃ動きづらいよね。動きづらい、歩きづらい。ほら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 、ちょっと後ろ行く、滑っちゃうもん。え、できるの、これ。できますか。大丈夫、どんな人でも必ずできるようになります。本当ですか。ゆうあちゃん、めちゃくちゃ運動音痴ですけどね。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。本当に大丈夫だと思います。じゃあ、クラシックバレエを生かして頑張りたいと思います。ゲタップには4つの基本動作があります。4つもあるんですか。はい、せーの、あーるーまー、せーの、ジャンプ、せーの、キック、せーの、まーるです。なるほど。おー、 Il y a 4 mouvements de base qu'il faut impérativement maîtriser. Voyons comment ils vont s'en sortir. じゃあ最初歩くから。歩く、お願いします。歩くのはね、人間ですから。大丈夫、人間ですからできますよね。せーの、歩く。まあ、大丈夫です。Et maintenant, le saut。ジャンプもただのジャンプですもんね。そうですね、上にポーンと飛んでいく。ただのジャンプです。ただのジャンプ。ただのジャンプ。大丈夫です。よし、せーの、ジャンプ。もっと高く飛べる。厳しい。名言みたいな。もっと高く飛べる。じゃあ持っていきますよ。せーの、ジャンプ。ブレブレてない、ブレてない。Place ensuite au coup de pied。キックですね。こっからだ。こっからちょっと難しいです。せーの、キック。Et pour finir, la rotation.ターンはね、いけるよね。いけますね、これはいけますよ、うん、そうです。まあ、せーの、まーわーる。おー、おー、すごい、さすがですね。よしよしよしね。Nos amis qui ont déjà pratiqué la danse classique s'en sont plutôt bien sortis avec ces mouvements de base. Oui, mais...いや、簡単ですわ。いやいやいや、簡単だ。今のは基本です。基本、まあ、そうですね。この4つの基本を組み合わせて1つ動きを作ってきたので、はい、それができるかどうかでゲタアップができるかどうか決まるので。なるほど、なるほど。じゃあまず見ましょう。せーの、左右キック、ダウン、ジャンプ。おお、ちょっと自信なくなってちなみに今のキックはさっきのキックとちょっと違いますね。ちょっと違いますね。ジャンプしながらのキックということで応用編になってます。なるほど、はい。Voyons voir ce que ça va donner。 左右キック、ターン、ジャンプ。せーの、左右キック、ジャンプ。Pas très concluant.
Allez, encore une fois. Seno, hitari, megi, kiku, tan, jan. キックの時に左右とついたら右足で溜めてからこれをキックするの。だから失敗してたんですね。なるほど。Yua a un peu raté son coup de pied, ce qui a fait qu'elle a pris un peu d'avance sur Daiki. Le timing est crucial avec le get-up, sinon ça s'entend. Nos deux amis s'entraînent avec acharnement pour réussir à bien se synchroniser.じゃ最後、はい、これができたらそうですね OK でございますクリアということでやっていきましょう。はい、頑張ろう。頑張りましょう。はい、いきます。せーの、左右キックカウンジャンできました。イエーイ、めちゃくちゃ楽しい。ギター履いて踊るの難しいだけだと思ってましたけど楽しいですね。楽しいですよね。すごい難しいですけど、でもやって足をバンって上げる時のオラって感じとあと最初歩く時もすごい大変だったんですけど、うん、だんだん慣れてきて、こう下駄に慣れて踊れるようになってきました、うん、基本もできたということで、先ほど皆さんがやっていた音楽もついた振り付け、僕たちもやりたいな。欲しがりだな。La prochaine fois, nos amis essaieront le get-up en musique. Ne manquez surtout pas ça. Welcome back. 後半は外国人に東京の印象について聞いてみたいと思います。私にとって東京はテーマパークみたいなんです。アニメといえば秋葉原、ヒストリーといえば浅草、可愛いといえばもちろん原宿、いろんな街がアトラクションみたいな感じです。それでは行ってみましょう。 Let's ask foreigners in Tokyo. Et maintenant, place à l'interview des étrangers. Let's ask foreigners. So guys, where are you from?We're from South Australia, Australia. Right. We are right now asking everyone, what is Tokyo to you? So, what's your impression of Tokyo? We thought it was going to be a lot different to what it actually is. We thought there wasn't going to be as much nature, but we're so excited just to be here and, you know, soaking up everyone and the different culture. It's amazing. You're surprised that there is nature here? Well, we thought it was going to be just, you know, skyscrapers everywhere, but it's so beautiful. It's incredible. Yeah. So you found nature. Where did you find it?Well, yesterday we did a full day tour as a family. We went on a bus, the hotel that we're staying at organised one, and just all the parks and, you know, all the imperial palaces and things. Yeah, it was beautiful. So you expected no nature, but you found nature. Yeah, ideal. Cool. How does Tokyo like smell to you? Like what kind of like atmosphere or smell does Tokyo have for you? Well, we walked past the food places. That smells amazing. I thought there might be more smog, but...pollution, but doesn't seem to be. It's still blue skies. Winter is lovely. Where are you guys from? We're from Kuwait. Great. It's a very clean city. It's a very nice, a little bit fast paced, but I like it. A lot of different experience, a little bit overwhelming in the beginning. So many different restaurants, so many different places to visit, but really beautiful. Traditional, but modern at the same time.Oh yeah, you say that like, yeah, the pace is very fast. What do you mean? Compared to Kuwait, where I'm from, it's a lot of movement, a lot of cars, a lot of people walking around. It's not as common as back home to see so many people moving around. And that's the difference. That's the fast pace I was talking about. And you said it's overwhelming. What part is overwhelming? Choosing a restaurant with so many different options is a little bit overwhelming. You don't know where to go, which to try, where to eat.So many things you want to try, but so limited space. It doesn't all fit in there. Exactly. I'm surprised for such a big city with so many different people walking around. It's very clean and very organized. That's a very nice thing. What is so organized? Well, for example, you have in the open air spaces, you have smoking sections. So people go to that smoking section and smoke there. Walking around in the...An underground area, there's a way to go forward and a way for people going the other way. Oh, the little arrows on the floor? Yeah, the little arrows on the floor. Climbing up the stairs and down, it's very organized in terms of staying to the left. And things like that, little things, little details that I found very interesting.
you don't have that back home? Different. Yeah, yeah, definitely different. Awesome city. I think the best place in the world because Tabehodai. You can eat. Yes, all you can eat restaurant. You should try it. Even candies. Ah, Sweet Paradise is my favorite. Oh. My favorite. Sweets, okay. All you can eat. Yes. Oh, wow. Totally worth it. First Tabehodai, then workout. Yes, of course, of course. Clean, like really clean, and then comfortable and safe. Safe? Yes, very safe in Tokyo, mm-hmm. in Japan. Why did you say safe? You can just walk till midnight, even though you're alone. Yeah, and then the train, everything, and the street is so clean and make you feel comfortable. Yeah. So even at night, you feel safe? Yeah, of course, yeah. Should be the street. It's too clean. I mean, yeah, it's look clean everywhere. No rubbish on the floor and yeah. So you keep saying that the street is so clean. Is the street not so clean back home? I would say so, yeah. Yeah, that's right. Yeah, it's, I mean, Japan is better, much more better. Since you say that the streets are so clean, how is it garbage bags in Tokyo? Are they hard to find or easy to find? Hard to find. It's hard to find, yeah. So what do you do when you have garbage? Oh, just put it back in our bag. In our luggage, yeah. You carry it around all day. And then back to hotel and then we just place it back, yeah. You take it up. You came here several times. Yeah. Why? Just for shopping and food, really. And if for winter, we come here for snowboarding, yeah. Snowboarding? Yeah. So are you here for snowboarding this time? Yes, we do, yeah. What? I mean, last week. Oh, yeah, before we came to Tokyo, yeah, we've been to Niigata, yeah, for snowboarding. Okay, those were all the questions. Thank you so much. Wow, 私もクウェートの男性と同じく東京は帰省はしないんですけどとっても整理整頓をされてると思います。いつも新宿駅で人がぶつかるところを見ないのが不思議です。わーい。皆さんベルトコンベヤーに乗ってるみたいに規則正しく動いてるインプレッションがありました。あと電車が 2,3 分遅れるだけで謝るアナウンスがあるのも驚きで、まあ日本人らしいなと感じました。そんなのドイツでは遅れてるには入らないです。こんな風に東京にいるといろんな発見があるって面白いですよね。次回も日本人と外国人について面白い発見をしたいと思います。 See you soon! Bye!